こんにちは、今回は神里綾との事前情報のみでどのようなキャラクターになるのか、実戦向けのことを考えていくことにします。この前の性能発表後の解説とは違ってガチ編成にフィットするのか、ということがメインだね。とりあえず、編成を蒸発、凍結、感電と項目別に見ていきましょうか。まず、蒸発編成についてなんですが。はい、タルタリアの枠を綾戸にする感じになりそう。とりあえず、減速弱クールダウンとかは判明していないのでそこのあたりは実装までわかりません。個人的には蒸発編成といえば、シャンリンとの相性が大事だと思っていて。裏なら行く秋のような付与頻度がバカ高いか、今日ならタルタリアのようにアタッカーである必要がある。幸いにも綾戸は元素スキルをトリガーに水元素通常へ、爆発は設置型のようです。ですが、シャンリンの爆発の継続時間を考えるとそれなりの時間継続してくれないと困ります。こちらの英語版の公式紹介 PV? のコーナーだと。リンクを概要欄に貼っておきますが、スキル後の水付与は6秒か7秒ほどしか継続しません。もちろんこれは水元素の付与の量が多ければ解決することだと思うんですが、アヤトには通常攻撃しかないので、タルタリアの通常と銃撃を絡めた水付与、さらに弾流も含めた水付与を上回れるのか、ダメージスケールがタルタリアと比較してどうなるのか。どうしても蒸発という編成だと、同じようなことになりがち。というか、設置系で蒸発火力を出せるのシャンリンしかいない関係上、シャンリンとの相性がまず大事になってきそう。トーマは一応アヤトで蒸発を出す編成ならワンチャンあるかも。まあ、水元素には凍結と感電の2つの編成が残っているんでそちらの可能性を考えてみましょう。サンファイアに関してなんですが、自分の中ではメタ編成だとは思っていません。どちらかといえば、キャラを節約する編成だと思っているので。まあ、サンファイアがどうだったとしても結局タルタリアと比較することになりそうです。個人的にはアヤトはサンファイアだと、元素反応を起こす側が安定しなさそうって思ってる。で、凍結編成に関してなんですが、まずはモルガナやカミラ・ソラ製の編成について。自分は入らないと思いました。その理由についてよろしくお願いします。理由なんですが、ココミとモナですでに完成している。詳しく言っていきます。まずモルガナとかシンラ編成って水元素枠は通常を振りません。そんなイメージありますね。爆発やスキル、武器や生物のバフ時間を計算しながら回していくイメージがある。そうなんですよ。アヤトは通常攻撃アタッカーという印象で、一応爆発は設置型なのでワンチャンあるかもですが。とりあえずアヤトにはアヤト用の凍結編成を考える必要があると思いました。この後話すのでお待ちを。で、自分が既存のメタ凍結編成に合わないなって思った理由ですが。このシーンよく見ると、わかると思うんですが。元素付与後に攻撃をし続けないと粒子が発生しないタイプかと思いました。見間違いであってくれ。凍結編成で使われるココミやモナは、元素スキルがどちらも設置型で粒子を生んでくれます。一応アヤトはずっと通常をしてれば粒子6個生成してますね、配信だと。メタ凍結編成はスキルを設置してなんぼなので、粒子生成数は別枠ということで進めます。で、先ほど言ったアヤトの爆発は設置系なんですが、アヤトは爆発の元素チャージに問題があると思います。その理由に、アヤトの固有テンプの一つがアヤトが一定値以下の元素チャージだった場合、それを補充するものとなっております。これがどうなるかはわかりませんが、アヤトを爆発だけで使用することが難しい可能性。また、さっき言った通り、凍結編成の水枠はほとんど表に出て戦わない。さらに爆発のチャージ問題が厳しくなる可能性。ココミユーザーに関しては大半はクラゲが本体です。基本的に爆発中でも本体が殴ることは少ないようです。で、アヤトの爆発は一応設置型といってもダメージを与えるだけといったシンプルなものではなく、通常攻撃ダメージがアップするというものです。え?別に追加効果だからいいじゃんって方いるかもですが。モナにはダメージバフがあります。ココミには回復があります。で、モナは金箔を装備すれば回復をすることも可能で、両者が竜殺しをつければ攻撃力バフも可能です。って考えるとわざわざ既存のモルガナやシンラ編成にアヤトを入れる意味があんまりなさそうって感じ。また、元素チャージ問題は金箔を使った場合やサイレイを使った場合でそこそこ解決できます。モナ使ってるとわかると思うんですが、結構チャージ要件が厳しいです。
アヤトがカンウと同じ60族だった時、自力で粒子を生まないアヤトがさらに厳しくなることは想像がつくかと。フィールドダメージだけ、しかも追加効果があるってことは、カンウと同じ60族ではなく80族である場合や、爆発ダメージ、倍率にしわ寄せがいっているはずです。まあ、そのための固有テンプなんだろうけど、チャージ問題に関してはそこで変わってくるかもしれん。余談ですが、カンウと同じタイプの爆発だと思うので、ウェンティで吸い込めば同様のことができそうです。これに関しては悪くはないと思うのですが、ダメージだけならカンウで十分出るので上に。ここまで話してきたチャージ問題や、役割問題が引っかかりそうという感じ。で、アヤト用の凍結編成に関してなんですが、タルタリアと同じような編成。水風がエアカンウロサリアみたいな、設置をメインとした氷と組むことになりそう。蒸発でも競合していた気がするのに、ここでもタルタリアと競合するのか。ただ、新生物はアヤトの通常攻撃をサポートする感じなので、元素反応を起こすのが苦手なキャラクターだったとしても。反応でダメージのない凍結編成では、タルタリアよりいい感じになりそうと予想しています。最後は感電編成についてですね。感電編成はまあ、星4ならフィッシュルと北斗と風と水って感じでしょうか。あ、ダメだ、感電編成もすでにタルタリアと競合するイメージしかない。まあ感電はココミとユクアキとタルタリアの3人も適正キャラクターがすでにいるので。めっちゃライバル多いな。で、自分が感電編成でのアヤトとタルタリアでの問題となりそうな部分は、自分だけかもですが、フィッシュルは北斗からのタルタリアスキル指導ダメージ、風で拡散してダブル元素デバフという感じにしてるんですが、アヤトはキャラチェンジでスキル強化が解除されてしまう。だから、フータオみたいにもう一人同元素を入れないと、水元素のデバフをうまく行えなさそうという個人的な懸念があります。アヤト爆発、雷キャラ、風、アヤトスキルってルーティーンになるんだろうか。まあ結局タルタリアだけでなく、ユクアキとも比較されることになりそう。で、まとめます。まとめというか、結局のところどう編成してもタルタリアと比較することになる。で、ここで自分がたどり着いた答えは突で差別化するんではないかって感じです。一部の人は怒るかもですが、タルタリアの1凸と2凸って微妙じゃないですか。凸るなら最低でも4凸、もしくは間凸って思ってるんですが、いかがでしょうか。で、アヤトの話に戻して、無凸だとアヤトはタルタリアとそこまで差がないキャラクターで、1凸とか2凸するとタルタリアより優位性があるようになりそうという自分の予想。一応自分はタルタリア2凸ユーザーですが、なんか微妙だよね。うん、最低4凸欲しいわってすごくなる。あ、語弊のないように少なくとも4凸しない限りは、タルタリアは無凸でもさほど変わらんって考え方です。伝わってるかわからんけど、1凸や2凸したアヤトはタルタリアより強くなりそうって予想でした。あとは、新たき1凸からやんわり始まった、稲妻実装後の凸で完全版商法が、今回も適用されているんではないか、という予想ですね。今回の動画の結論は、現状考えうるメタ編成はほとんどアヤトとタルタリアが競合する。だから、実装後は必ず火力比較が行われるでしょう。また、タルタリアの少なくとも2凸までは凸効果が弱いことから、アヤトは凸でタルタリアに差をつけることができるだろう。基本的に既存編成と同じような編成が予想されるので、アヤト専用の編成が生まれるかどうかも鍵になりそうです。という感じでした。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。何か思ったことや、こうなるんでは？みたいなコメントをお待ちしております。